まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。一番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。メラビト陣営でした。ドン進行しましょう。理由は、いくつかあって、一つ目はやっぱり、陣外あぶり出せるってことですね。うん。で、絶対陣外視点これきついはずなんで、自分が秒数指定をするの、ああ、でもそうか、コインがないんで、まあ、でも一応秒数は指定するんで、まあ、できれば、進行、まあ、賛成の人は乗ってほしいです。で、もう一つ言っとくと、別にその、これは強要を強いるものではないので、どうしても嫌だったっていう場合、そういう人がいるんであれば、その理由に関しても、言って、きちんと説明して、反対してください。で、まあ、村が述べるんであれば、一番の位置で自分が秒数指定するんで、ドーン進行でいきましょう。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営で、死ぬ特にありません。そうですね、一番そのドーン進行に関しては、そもそも一番さん自身がそのドーン進行に対してどういう強みがあるかっていう、利点を自身の口から発しない、うん、ただただそれを飲めるか飲めないか、飲みたくないやつは意見を言えって言ってるんでしょう。一番その意見は変だなと思ったっすけど、はい、そんな感じです。でもっと言うと、一番が2周目の段階で、一番の発言段階でどの秒数で言うかっていうのをもう1周目の段階で指定すればいいんじゃないかなと思った、うん、そんな感じですね。なんか一番そのドン進行にはなんか多分乗らない人多いんじゃないかなっていうのは若干感じたかなと思った、個人的な意見ですけど。以上、印象悪い。3番のプレイヤーは発言してください。村人陣営でした。で、まあ俺自身もドン進行について詳しく理解できてないからわからないけど、ドン進行で作られた盤面によって、買ってきたっていう回数が、まあ、皆さんよりは少ないかもしれないけど、勝率が高いっていうことは自分自身でも納得できてる部分があるので、一番さんの位置でのドン進行っていうのを、陣外側からの、作り、盤面を作らせる、行動を制限させるから多分すごいいいと思います。ドン進行は2番は1番に対してドン進行の、まあ、提示の仕方を指摘だから、それを俺の解釈が間違ったらまずいからな、何とも言えませんね。2周目以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、ドン進行いいんじゃないですか。いいと思いますよ、ドン進行。うん、まあ、私はね、ただの三流プレイヤーなんで、ドン進行でね、盤面をね、作らせない。そして、狼がね、破綻が起こる。変なムーブになる。いいじゃないですか。狼呼ばらせて勝てばいいんですよ。うん。それがこの人狼ゲームですよ。弱い狼に勝つんですよ。勝てばいいんですよ。うん。怒りなんてなくていいんですよ。どこかにいましたね。
女性が惚れるプレイヤーがいるらしいです、ナンバーワン。ナンバーワンはドン進行決して唱えない。うん。まあ、すごい人がいるらしいですよ。でも私は三流なんで、いいんじゃないですか、ドン進行。あって叱るべきドン進行。やりましょうよ、ドン進行。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。8番にしろ結果が出ています。8番にしろ結果が出ています。把握お願いします。まあ、ドン進行に関しては飲めないですね。うん、まあ、ドン進行であった時の強みってのは、まあ、1番、6番とかで、例えば、まあ、俺が出てるからもう関係ないけれども、バンってなって、1しろ、6しろとかっていう風になった時に、じゃあ、共に、あれなんですよね、僕が教授なんですよね、じゃあ、グレ詰め進行できますよねってなった時に、役詰め進行っていう風なことが起きた時に、やっとじゃないですか。3しろとかになった時に、別に教授がいる村で何も証明できるものとかっていうのはないから、別にドン進行っていうのは意味がないとかっていう風には思っています。だからそこに対して、まあ、普通に素直な感想を言ったのは2番かなとかっていうふうに僕は思ったので、現状2番のことはメラっぽいなとかっていうふうに思ってますね。だから1番何やったらその位置で発言が伸びなくなるのに、そんなこと言っていいのかなと思ってるのに、そこに乗っかってる4番さんってどうなんかなと思います。6番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。霊能です。把握お願いします。霊能です。5番さんが8番さんに白出し把握しました。私も1番さんのドン進行は飲めなかった。理由としては、ドン進行って1番さんがわちゃわちゃするってことで、1番さんの色が見えなくなるんですよね。1番さんの考察が落ちないってことは、1番さんの色が落ちないってことで、1番さんにメリットはあるんです。1番さんがもし、人外だった場合に1番さんの色が見えない、みんなが1番さんを釣り押せなくなるから1番さんっていうところのドン進行は飲めないかなって思うし、2番さんが指摘しているように秒数指定結局してないからそれって成り立たないと思ってる、うん、2番さんが印象悪いっていうのも納得かなって思ってる。4番さんが言ってた破綻が起こる場面があるって言ってたんやけど、破綻っていうのはないと思う、強人がいる村でって思うから4番さんは変かなって思ってるよ。7番のプレイヤーは発言してください。8番のプレイヤーは発言してください。はい、8番です。よろしくお願いします。7番さん、精査不能で、俺ごめんね、寝てたからさ。6番の話の途中ぐらいから起きてて、最初の1番の話聞いてて、2番から5番の話聞けないんだけど、聞いてなかったんだけど、6番の話では5番が8番白なのね。それは理解。で、6番から1番っていうのも2回なのね。まあ、ローリがあるよっていう6番から1番でしょう。はーい。まあ別に1番は1番の中でドン進行が強いメリットも言ってたから、そこにローリがあるのか、ムラリがあるのかっていうのは、天秤にかけた時には、あんま知れないから、6番から1番は微妙だなと思いながら、発言の途中から聞いてました。はーい。まあ、一定数メリットあるから、それ一番の中で開示してたからいいんじゃないと思うけど。9番のプレイヤーは発言してください。
3番白、把握お願いします。まあ、出た理由に関しては、ドン進行どうのこうのっていう前に、まあ、5番が出てるってところで、ドン進行を賛成したところで、自分だけが三白って出てきても何の意味もないと思ったんで、出ました。で、まあ、今日は7番釣りでいいんじゃないかな。だから、1番さんに関しては、7番さん、これどうしようかな。7番さんを、もう7番が騎士だったら村負けでいいっていう進行にするのか、騎士潜伏させてっていう風な、その2パターン。これどっちが強いんだろう。潜伏させるか。1番のプレイヤーは、発言してください。まず7番さんが、2周目に戻ってこないんであれば7番さんを釣ることしかできないと思ってます。で、おかしなことを言ってたのは4番さんです。ドン進行ドン進行って言ってた自分のドン進行ってワードを何回も繰り返して、まああまりその精査が進んでないっていうことが一つと、もう一つは、6番さんの言ってたように破綻があるって、そのドン進行してその時に初日に出た役職で破綻っていうのは起きないですよ。なんでちょっとそこが意味不明だったんで、7番さんが戻ってきてすごくまともな考察をするようであれば自分は4番さんに投票します。はい、まあそんな感じですかね。で、5級に関してはまあどっちも1周目に出てきてておかしなこと2人とも言ってんで、まだちょっと審議はついてないですね。2周目話聞いて、投票先決めます。2番のプレイヤーは発言してください。なんかその6番さんに対してなんか8番さんがイチャモンつけてたんですけど、1番さん視点ってそれってどこ行ったんすか。なんか6番さん不当じゃないかとか言ってたんですけど、8番、まあ、4番気になるんだったら8番って多分1番目線で気になる人物になるかなと思うんだけどなって思ったんですけど、まあまあって感じですね。そんな感じです。合計の審議に関しては、5番が言ってる内容の方がわかるかな。9番の言ってる内容が、あれやけど、9番言ってる内容がよくわからんかった。よくわからんっていうか、7番に対しての釣るか釣らないか、で、騎士に対して潜伏するか潜伏しないかの意見が多くて、9番自身じゃグレーどこを黒で見てるとか、じゃあ対抗何で見てるっていう指摘はないなと思った、のが9番かな。そんな感じですね。1番ね。1番、これ少なからず1周目の段階で1番に対して、その利点って何って唱えてる人物なんですよ。1番ってそれに対して何かアンサーあります？何にもないっすよね。4番がじゃあその1周目段階で1番の別にいいんじゃないですか、ドン進行ドン進行で、まあ、7が喋んなかったら7番釣るけど、7番がまともなこと言うなら4番釣るって思考でしょ。1番って全く考察を落としてない人物っすよ。これ1番が一番気になるなと思ってる。そんな感じです。以上。3番のプレイヤーは発言してください。まあとりあえず2番は1番にちょっと叩きすぎな気もするな。ちょっとそこまでかな。1番のやっぱ週に、まあでもな、ドン進行解除されてしまった状況で、まあ、プランが狂ったっていう可能性もあるよな。実際ね、俺ね、なんでだろう、なんでドン進行を破ったんだろう。もちろん、6の人に関しては申し訳ないけど、自分村として、本当は無駄だけど、5についても、ドン進行絶対やるべき。なんで、やらなかったかっていうのは、ちょっとはっきりと、それ強制させる意味での俺の発言っていうのは良くないかもしれないけど、まためんどくさいこと増えたな、みたいな印象です。俺にとっては。で、7番を釣るんでしょ？で、だから別にいいっすよ。だから別に俺は2の話を今日、さらに強制させると、9と5の審議についてもまた2周目で良くて、この段階は。
とりあえず7を釣る。もう7は、もうお話にならん。てか話をしてもらえてないから。うん、で、まあ、4の破綻は、もう、ここも一旦フラットにさせる人狼かもしれないから分からへんから、だから破綻っていうのは、だからその、盤面が動くから、その分、だから例えばね、ここはだから、あれでしょ？霊能いるでしょ？霊能いるから、状況が変化するから、そこの話じゃないの。分かんない。もう、8も話聞かへんって寝てるとか言ったら分かんねえんだよな。4番のプレイヤーは発言してください。はい、はい。そうですね。まあ、難しいですね。まあ、どうが一番いいんでしょうね。まあ、ね、うん、まあ、とりあえず、そうですね。まあ、3番の今の発言、まあ、いいんじゃないですか。もう釣らなくても。7番でいいんじゃないですか。うん、っては思いますよ。うん。ドン進行、いいじゃないですか。ドン進行を唱えて、まあ、こういうふうになったらなったって考えればいいし、ドン進行はいい、考えじゃないですか。バンバンやるべきですよ。うん、誇りも何もなく。うん、ただ単に勝てばいいだけの。うん、いいじゃないですか。三流ですから僕。誇りも何もないですよ。うん。でも、超一流に会いたいですよ。誇りのためにドン進行は絶対やらないようなね。以上。5番のプレイヤーは発言してください。まず2番は絶対になると思いますね。2番が狼やったら戦い方を考えてないとかっていうふうに思います。なぜかって言ったら、ここで1番詰めが入った時に1番の後ろ結果が落ちてしまった時に。ユーバーでどうしろよ。6番が強とかで7番が死んでるのか。ちょっと仮眠取ってたわ。おっと。まあ、その考えはほぼほぼありえないというふうに思うので、ラジルは0-0か。そこで2番は次に戦うことを考えてないような発言をするので、2番の狼はないでしょう。どうしろよ。まあ、7番のことを今除外して行動しますけれども、3番、4番、まあ、1番が8番に触れんかったのは、まあ、若干違和感である。うん、8番が、霊能が6番で一隠しの状況の時になるとなった時には、5番、8番の狼とかっていうふうに、1番が強靭で思った時の話である過程の時には、まあ、その話があり得る。だから結局それも叩けているから、2番は村であるっていうふうに思っていますね。だからそこに対して3番に言いますけれども、ドン進行を破る云々とかって言ってますけど、ドン進行したら1周目の他の人のコースだとか全部無駄になりますよ。うん、占い結果を残さん状態で村が何を落とせるんですかね、うん、そこに対して3番がめちゃめちゃ結構ヘイトをばらまこうとしている行動がありえるから9番3番の囲いもあるなとかっていうふうに思えたんですけど3番のその話を聞いた上でも4番が3番結局いいんじゃないですかねああ何々かとかっていうふうになった時に9番4番狼やった時には3番っていう人物を残しながら2番の行動を残して7番釣りに入った時には1番か8番に紙を入れるんじゃないかなとかってまで思ってますねだから3番、4番の中に騎士がいるんであれば正直出てほしいとまで僕は思っています。2番は絶対に狼ではないでしょう。さっきも言ったけれども、1番が強靭であるときにも1番のことを落とすというふうな行動も考えてるし、1番が狼で潰そうとかっていうふうに戦うときにも、1番を先に潰してしまったら1番の白結果が見られたときに戦い方を考えてないからです。3番、4番の狼かなとかっていうふうに思ってます。6番のプレイヤーは発言してください。うん、騎士出ていいと思うんだけど、どうなんかな？出てこないですか？まあ、1番さんっていうのは、7番さんが出てこなかったら7番釣りっていうところの発言を残しているんだけど、3番、4番さんは7番釣り1本で、7番が喋れたらどうすんのってなるんだけど、3番さんっていう人物が、なんか、なんで同進行破ったのって、みんながしなかったことについてぐだぐだ言及して、結局グレー考察で落とさなかったんだよね。2番さんが1に叩きすぎって言ってるけど、1番さんは2番さんに対してアンサーもなければ、8番さんが6番の霊能を、まあ、一角はしなかったけど、霊能者に対して、叩いてる構図、なんか不当だって言ってる、微妙だって言ってる人物が、おかしくは見えなかったのって言ってる人物だから、少なくともあなたよりは2番さんの方が精査してるし、色を落としてるよって思ってるから、3番さんが個人的におかしいなと思ってて、まあ、9番3番でローがあるかって言ったら、共鳴の方があるんかなって私は思ったんやけどな。こんなわかりやすい感じで、色を、悪い印象をみんなに与えていくんかなって思ってるから。って考えたときに、ラストウルフが4番にいたとしたら、うん同じ行動、理念を持った人なのかな ?3 釣りいいですね、とか。あ、3釣りじゃないわ。なんだっけ。
あ、七釣りいいですね、みたいな。三番さんいいですね、みたいな。うん。って構図に見えるから、五番さんとは結構一致してるかなって思ってるんやけどね。七番さんが喋れなかったら、どう、七番さんいきますね。七番のプレイヤーは発言してください。8番のプレイヤーは発言してください。8番です。2周目よろしくお願いします。9番が3番白ね。6番さん霊能だったの。もう俺途中からしか聞けないから。6番さん霊能だったら霊能ってチャット打ってくんない。はい。あ、霊能なんだね。OK。で、今7番の処遇をどうするか否かっていう問題でしょ。で7番の役を。懸念があるわけでしょ。だったらもうみんなフルオープンの方が強くないじゃないんですが、これでわかるでしょ。はい、スムラ、出てきて。出てきてよ。じゃないの、そもそもが。はい、7番の役乗っ取りの懸念とか嫌だから、2日目段階で生き残ってた場合。だるいから。あ、なんでしないの。はい。じゃ、しなかったやつは全員人外と見ますわ。1から4。はい。1周目の9番の発言。1番がドゴン信仰を唱えてて、でも5番が出てきたから出てきましたみたいな言ってますけど、じゃ、9番の中で7番の役気屋とかうんぬんかんぬん含めてるんでしょ。で、5番対抗人外が出てきてるんでしょ。だった場合別に2周目の1番の立ち位置でドゴン信仰して2人外暴れ出してもよくないって思っちゃったんだけど。なんかそれ、いいように撮ってるよね。はい、5番対抗人外が出てきたら私出てきましたって。じゃないの。9番なのか5番の内訳わかんないんでしょ。だった場合、2人外露出させて、ね、連れ切ってくださいとか。9番死んだったら、新郎楼もあるし、新郷楼で、基本的には新郷楼だと思うけど。2人外落ちるんだから、別に9番が1周目から出る必要ないと思いますけど。はーい。じゃあ7釣りでいいのこれ。9番のプレイヤーは発言してください。なるほどね。48で迷ってたけど、じゃあまあ8番占いますね。うん。7番さんがいなければ自分4番さん釣りたかったかな。4番さん2周目考察してないと思ってるからね。あと3番さんいいね。で3番さんだけになんか特別な精査してて、3番さんを釣ろうと思ってたってこと。じゃあ4番目線グレーの中ね、理由も何とも言ってないから、なんかその発言謎なんだよね。だから謎の発言してて、あと考察してないから4番釣りたいなって思ったけど、今日7釣りで、8番さんが今の理由で9番さんに接種する発言をしたから、48迷ったけど8占おうかな。投票を始めてください。7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。
夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは2番。3番のプレイヤーは発言してください。そうですね。8黒4黒か。これはどうする、奇妙字場面なんですかね。いやまあね、俺は個人的には、昨日の段階ではもう7音あの発言聞くっていうか、1周目もなかったってことは2周目も多分話さんでしょうみたいな意味でね、パスしたっていうか、もう本当に捨てただけのことなんだよね。で、この週4番が伸びない、もう4と8で、僕が指定はできないのか。まあ身分証明ができる6番さんでいいでしょう。だから、4と8か、決め打ち盤面にして、安定進行を外すか、ですかね。ただ、黒ですもんね、両方とも。ってなってくると、黒囲いはあるかもな、みたいなところがあって、結局、だるいんだよな。まあ、ちょっと任せますか、ここのターンは。6番さんにお任せして、まあ、これでいいでしょう。4番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。7番は、今日ね。7は白か。ああ、7は白か。ってことは、いろいろいるんで、ちゃんと捕まえなきゃいけなくて。頭の中を今整理して、5番が黒だね。ってことは5番陣。はい。9が3白ね。はいはいはい。まあ、5、8。8でしょ。それしかもう考えられないです。58でしかないって。もう本当に驚くほど囲ってる。笑っちゃいますね。もう本当ね、簡単でしたね、この家。本当簡単すぎます。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。まあ4番、3番。どっちか占おうかなとかっていうふうに思って、4番のことを占おうかなと思った理由が、1番が8番4番、9番が8番4番、8番4番とかっていうふうに言ったときに、まあ、そういうふうに言っとけば、とりあえず相方のことをそういうことを言うふうには思えんやろとかっていうふうな、あからさまな行動をした方が、4番、3番が怪しまれてる以上、占い師から外そうかなとかっていうふうな行動をしとるんじゃねえかなとかっていうふうに思ったんですよね。まあどちらにしろ仮に4番を占って4番が白やった時には3番で黒やとかっていうふうにほぼほぼ思ったんですけど、まあ1番がない理由かなって思った理由が、まあ1番は確かにおかしな話とか結構してたんですけど、メラリのない話をしてたんですけども、9番が1番に結構すり寄る行動、1番さんに言うんですけど、いや1番さんに鈍進行しなかった理由はですねみたいな感じで1番に訴えかける構図が9番1番の狼像には絶対に見えんかったから、
だから、どちらにしろ4番を占って、仮に4番が白やったときには3番が黒でしょうとかっていうふうに思った、ね。うん、3番、強人か？なんかさ、3番が強人かと思ったおかしな行動を言っていい。3番さ、黒囲いうんぬんがとかって言ってるけど、黒囲いはないでしょ。この盤面。うん、対抗の9番が俺の後ろ先に黒出してるから、黒囲いって言葉なくない？なんかよく分からずにテンパって言ってるんかな、うん、すげえやばいなとかっていうふうに思ってるから、マジで PP も起こしてほしくないから、5番9番の欄にしてください。5番9番の欄。絶対9番の投票してください。今の3番の発言でちょっと迷って黒囲いかなとかっていう言葉は、マジで3番の強振のことも全然あり得るとかっていうふうに思ってるんで、PP 起こしたくないんで9番行ってください。お願いします。以上。6番のプレイヤーは発言してください。うん。9番のシーンは追ってなくて、9番さんっていうのは結局4を釣りたいと思ってて、で、8番が9番のことを偽視したから、8番を占うって言ったんだよね。8番さんの言ってることの何かが変だった。うん、ここがおかしいっていうのがあって8番を占うんじゃなくて、4番さんがおかしいと思いながら8番さんが偽視してきたから9番さんは8番を占ったんだよねっていうのが納得がいかない。4番さんは結局ずっと、発言も伸びてない中、もうこれって3番さんも結局9と5で言うんだったらどっちをシーンに置いてるのっていうところなんよね。3番さんって結局9番さんにしか白出しされてなくて、5番さんからは別に黒を出されたわけじゃないんだから、3番さんの視点から9号の精査が入らないことがおかしいなって思ってる。うん、黒囲いっていう言葉が出たから、うん、何やろうね。8番さんの昨日のフルオープン役系は良かったと思うんですよね。で、4番さんが相変わらずおかしいって思ってるから、このシーンは置いてるんですけどね。で、これで負けたら本当にちょっと嫌だなと思ってますよ。9番いきます。8番のプレイヤーは発言してください。2周目段階でのね、8番から9番にとって要素、9番自身がね、8番が9番殴ってるから8番怪しみましたみたいな言ってくる、その発言の中身拾ってくださいよ。9番死んだった場合の過程を話して、で、占い師のカードを持ってるんだったら村の利益のためにこうした方がいいんではないかっていうことを俺9番さんにぶつけてるだけだから、俺9番が4番気になってて8番が9番叩いてきたから8番占いますって理にかなってないでしょ、そもそもね。はーい、じゃない。で、9番の視点の中でね、はい、8番狼軸だった場合、5、8、8、1、6、5、9、そういう感じになるの。はーい、8、4、5、9、どう見えてんの。無理でしょ、2周目段階で5番って2番評価してんだよ。5、8、6だったら2番は構わないし。はーい、そもそもね、もう無理だと思いますけど。発言の中身を拾ってくださいよ。まあ、9番人外だからいいんだけど。ねえ、まあ、そもそも無理だよ。9番が1周目段階で7番の役系を含めるんであれば、ねえ、8番が2周目に行った FO 一番強いと俺思うし、ねえ、1周目段階でそういう役系が7番に役系をするんだったら、そういう発言出てくると思うし。じゃない？そもそも。はーい。俺間違ってることは言ってないのにって思うんだけど、8番が9番それで叩いてるように見えて、9番が8番懐疑的に見るのはおかしいな発言ですよ。はい、9番いきます。9番のプレイヤーは発言してください。なるほどね。出ない方が良かったのか。じゃあ出ない方が良かったのか。確かに。ああ、自分が出て、5番さんが出てるから、っていう理由で出たのか。ああ、
どうなんだろう。出ない方が良かったですか？出ない方が良かったのが正解なんであれば、自分が偽になりますね。自分としては5番が出たから出たっていう、その1番がドン進行したとして自分だけが出るっていう前提で話してたから、確かに8番さんの言う通り、例えば人外が潜伏してましたって言って CO 出るかもしれないからで、3 CO で2人外釣れるからっていう論に関しては、まあ、その通りだなって思うかな。まあ、ただその出方だけでね、発言精査じゃなくて出方だけで偽視するのはちょっと納得いかないなって思ったから8番占うってことなんだけど、あでもそれを6番さんが納得いってないってことだったら勝てないよね。2番噛んでくれたのラッキーかなって思ったんだけどね、あの2周目2番さんっていうのは木を偽視してたから、まあそんな感じですね。あと間違いなく84の欄だから。1番のプレイヤーは6番さん説得しますね。絶対に今日8番さんに投票してください。その理由、順番に言っていきます。5番さんって4黒見えてるのに5級の欄にしてくださいって言ってるんですよ。もう芯なんかないですよ。でそれに加えて4番さんは昨日投票放棄してます。これ強人だから噛まれたくないんですね、絶対。で黒打たれてるにもかかわらず簡単なゲームですよ。これで片付けてます。絶対に今日8番さん投票してくださいね。旧芯でしかないです。今理由は全部言いました。1つ目、5番さんは4黒見えてるのに5級の乱って言ってる。で4番は昨日投票放棄してますね。でしかも5番さんって3番に強人塗りしてましたけど、3番が強人だったら強人の仕事何もしてないですよ。噛まれたってあの芯占いの白先なんだから問題ないわけですよね。噛まれるかもしれないわけですよね。なのにアピールも何もしてない。絶対今日8番さん言ってください。これ負けたら自分の責任でもいいです。絶対8ずりですよ。936お願いします。8番で投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。8番のプレイヤーは発言してください。いや、だったら1番さ、8番の黒要素上げてくださいよ。じゃない、4番が投票放棄してから4番強人、5番がそこで4番黒落ちしてて号泣乱してるから5番が偽、8番の黒要素なんですか？じゃない、はい。ねえ、って思いますわ。はい。4番がこれ9番言ってんの。4番が9番に5番が4黒打ってんのに。おかしな話ですわ。それは。はーい。ねえ。ってめちゃくちゃ思うんだけど。4番オオカミだってべーい。いや、めちゃくちゃうまいわ。そしたら4番。はーい。めちゃくちゃうまいじゃん。無理だよ。無理。追えないわ。146、急遽追えないから。4番9番のライン切りでしか俺追えないんだけど。それだったら、いや、めちゃくちゃうまいわ。これ勝てない。無理です。諦めます。村負け。1番さんみたいに思考6型のタイプの人間って、8番の黒要素上げずに、ねえ、5番が4黒内からの4番の投票放棄、5番が5番9番のなんで、ねえ、4番黒見えてるときに4番ランを掲げない5番が偽なんだっていう主張でしょ？それだけで。じゃあ9番の新要素なんですか？じゃない？はーい、もう無理です。はい、村負けでいいです。はい、自投票します。あ、できないんか、これ。9番のプレイヤーは発言してください。いや、1番さんすごいね。まあ、でもよかったじゃん。これで4番さんの、強人が透けたじゃん。だから4番確定人外っていうのが分かっただけであっ
って4番強靭っていうのが一番見えるでしょ。4番が9に入れるっていうの、4番9番よりってなった時って5が2戦確定するし、自分が死んだから8番黒です。はい、明らかな偽要素だからね、あの48ランでしかないから、自分目線4番の強靭もあるから7が村で4番落とされてしまう、4番強靭あるからまだか、あの勝てる勝ち筋っていうのまだ残ってるからね、その4番強靭だった場合って。だからめんどくさいつら、5番8番でなんで9番噛んでんの、なんで1番とか噛んでんの、本当にマジで。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。なんで噛んでんの、なんで俺に黒打ってんの、まずよ。いやー何してんの本当によ。打つところが違いすぎてやばいっつうのよ。8番のプレイヤーが選ばれました。いや何してんだよまずよ。8番のプレイヤーは、なんであんな発言してんだよまずよ。あっぱれあっぱれあっぱれです。はい、4番9番ローには勝てませんでしたね、村の皆さん。この投票はマジで無理だよ。はい、これで6番噛まれるわけや。はい、ね、8番の色なんてわからないわけや。8番は白なんだけど。ね、まあまず無理でしょ。はい、やっぱりしか見えないんだけど、これは無理でしょ。俺が1万の席、3万の席座ってても、無理だもん。ね、でも1万の2日目段階での発言で4万が投票放棄してるから。なんで俺に黒打ってんだよ、まずよ。5万にして。なんで何にも考えねえんだよ。9万の何にしてください。白打っとけよ。その白を取った時に5万にしてってなるんでしょ。1万が村だったら相当頭が硬い人なんだなって思いながら聞いてました。8番の黒要素も上げず、9番の新要素も上げず、じゃない？はい。って思いますけど、はい。1、4路、9強には見えないんで、はい。4、9路でライン切ってて、4番がそのまま9番投票言ってるのがもう、なんであんな発言しかしねえんだろう。すごい。うまいね。なんであんなうまいとか言ってんだろう。言わなきゃいいだろ、黙ってればよ。精査してないから、4番裏で飛ばそうと思ったけど、8番か9番に対して叩いてたから8番裏に変えました。っていうのも無理やりすぎるから。9番と4番が人狼仲間であって、9番が2日目なんかで4番白打ちを打ちたいけど、8番に黒を打てそうだから、8番黒を打ったら9番4番の打ち。いや、もう、かばいきれないからよ。うるさいよ。早く切ろよ、もうよ。夜が来ました。なんで適当にやってんだよ、まずよ。なんで適当にやってんだよ、まずよ。なんで白打たねえんだよ、まずよ。なんで白打たねえんだよ。なんで黒打ってんだよ、まずよ。トニーよ、なんでこんなレベルなんだろうがよ。白打っとけよ、まずよ。朝が来ました。昨夜死んだのは6番。9番のプレイヤーは発言してください。はい。5番さん言ってください。言うことあるかな。4番さんってだもんな、釣りたい人物ね。占い位置じゃないから。で放棄してる時点で占ってる5番ってありえないから。7番が普通に、まあ、どんな発言するか分かんないけど、絶対4番さんってのは釣りたい位置だから。占いたくない位置。うん。
まあ、でもその4番さんがその強靭ムーブしてる狼っていうのもあるよね、あったよね。だからいや普通は4番確定陣外に置いて8占い、まあ、8を占ってるよ、その発言精査じゃなくて、あの出方で偽視する発言をしてきたから8占ったってだけなんだけど、7番が生きてたとしても4は連れてたかなって思ってます。4番強靭、うん、特に言うことないですね。1番さんってすごいね、5級のあのグレー精査とかだったら明らかに劣ってるの分かってるんですけど、その5番さんが4、8の欄じゃなくて5級の欄にしたっていうその発言だけで自分を死んで見てくれたっていうことですか？それまでその発言をしなかったら、じゃあ自分は偽だと思ってたんですかね。聞かせてください。1番のプレイヤーは8番が黒いとかそういう黒要素を上げてくれとか、そんなことはどうでもいいんですよ。もう5が偽すぎるんですって。で4番も人外行動すぎるんですよ。で3番さんこれ分かってますよね。5番さんが4番さんに黒を出してて、4番さん目線、5が偽なのに急投票してる時点で4は人外です。で決め打ってるんで、5番に投票してください。で、これももう一つ言っときます。ルールの説明のところで試合前に自分は言いましたよ。6番が陣外だったら1日目もう確定してる段階で、申告して黒勝ちになるんで6はもう心霊の確定ですよね。で21番面で白がグレーに2枚刺さってるのに5番は占い打ち3番でしかないんですよ。うん、それも偽要素です。でも4、5が陣外すぎるんで、だから8番の黒要素とかじゃないんです。もう消去法的に5は偽です。 5釣りで。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。ん？あ、だとしたら騎士とかで誰なんですかこれって。もう誰？2番1番。あ、1番さんの言うこと分かりましたよ。だから4はおかしいですね。だからその95は4出されてるのに9、ん？あ、5に行かないから2セット押すもんね。わかります、わかります。まあ、騎士はじゃあ誰なんだ？ 4 番のプレイヤーは発言してください。は？なに？ 9 番が俺に黒じゃないの？違うの？ 9 番が俺に黒じゃないの？違うの？ 1 番で何言ってんの？ 9 番が俺に黒じゃないの？あんたらって真面目にゲームしてんの？うん。9 番が俺に黒でしょ？普通に考えて。違うの？何が人外だよ。あれに5番8番がそんなプレイしてんだったらもう恥ずかしいと思うよ。俺だったら普通に白を打つけどね。動画に白を打つけど。本当に、どっちが真か俺もわかんないけど、どっちが黒打てんの？うん、9は俺に黒じゃなかったっけ？あんたたち何考えてんの？うん。5番のプレイヤーは発言してください。いや、もうこんなん勝てんわ。悪いけど。うん。だってさ、9番で白結果見るときさ、もう1番しかないんやって、究極の一進狼でしかねえ。でも投票行動がこうや。あのね、言っとくけど、4番と乱して4番の黒見えとるんなら、9が強靭やった時の過程で、じゃあ4号欄にしろとかっていうか。はとかっていうふうに思うよね。何考えてんだよ。から4番を白を打つんだよ。この感じで何考えてんだよ。強靭みたいなとこに黒を打つんじゃないんだよ。だから5番一番困るんだよ。強靭みたいなとこに打ってランテージを5球とかわけわかんないこと言ってたらよ。ちゃんとやれよ。まずやるんだったらよ。とかっていう風になった。何号球とかって言ってんだよ、まずよ。普通に急遽で1番4番狼でさ、8番のことを連れっていう風にしとがんじゃない。うん。だから9番占うより1番占った方がいいんじゃねえかなってまで思ってしまったわ。で、9番占ったら案の定白結果やねんか。1番が最後の発言で持ち込んで、そのランテージを気に食わんからっていうだけでさ、持ち込もうとするだけじゃない。4番よく思い切ったこの行動、投票行動できたよな。1番の発言でそうなった時にさ、全部さ、8番に持ってけるとかっていうふうに思っただけでしかないやろ。めちゃめちゃありえんわっていうふうに思ったけどね。言ってることわかるかな？
4番、5番のランテージでも別にいいんやけど、結局6番が絡まれた時に色結果を残すことができんやろ。騎士なんて7番でしかねえやろ。誰も言ってねえやから、あの状態で。1番、8番が村レアル提唱してくれとったよ。9番行ってくれ。あ、4番行ってくれ。投票を始めてください。なんで4なんだよ。9行けよ、マジでよ。なんでこんなことやってんだよ。投票行動を見てわかんだろ。なんで4にしてんだよ。勝てねえだろよ。5番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。村人の勝ちです。